あのね、集英社の本気がすごすぎる。はい、どうもです。いや、季節の変わり目、早を治す薬作ってくれでおなじみ、花粉症に悩まされながらも春アニメが始まったわけなんですけども、俺だけなんすかね。え、春アニメにしては豊作すぎんって。夏アニメたちブルブル震えてんじゃねえかと思ったよね。プレッシャーで潰れんじゃねえのかなって。まあ夏も多分大丈夫だと思いますけど。さあ、ということで、アメリカのトウモロコシ畑張りに豊作の春アニメ、中でも今回は豪華という面で注目していきます。タイトルはそう、スパイファミリー。ジャンププラス連載で原作コミックスはすでに大人気なんですが、アニメ化して何がすごいって、多分ほとんどの人が存じてるんで手早く説明しますと、オープニングヒゲダン、エンディング星野源、声優江口拓也さん、早見沙織さん、そして一番の衝撃、種崎敦美さんからの制作会社、前期の王様ランキングを描いたウィットスタジオさん、そして同じく前期のトップアニメのアケビちゃんに奇跡を描いたクローバーワークスさんが手を組み制作。もうここまで来ると欠点が見つからないような情報量なんよ。どっからその金引っ張ってきたんだ集英社よと大方予想はつきますが、改めてすんごい人材だらけなんですが、いや、しかし結局のところそれってアニメが始まる前までの話題なんよね。これでアニメ自体面白くなければただの見せかけ、ハリボテの城なわけですよ。そんで1話見てきましたよ。もういや、ほんとね、もう感想としましては、あ、今年てっぺん取ったわ。先ほど言った通り、声優さん作画はもちろんのことながら、脚本がすんごい気持ちがいいのよ。テンポが非常に見やすいたらなんの、その、キャラがテンポに合ってるのか、テンポがキャラに合ってるのかわかりませんが、まず黄昏が強すぎなんで、戦闘シーンが最小限、アーニャがさらわれて回収するまでの余計なシーンがなく、その中でアーニャの愛されたいという、密かな欲求も最後にしっかり織り込んできて、とても30分じゃまとめられないであろう内容を、綺麗にぶち込んでました。匠の粋な計らい。いやー、漫画自体もすごく人気で、それがアニメでやるってことで、まあまあまあ面白いんだろうなとは思ってたんですよ。そんでアニメ始まって、いざ見てみると、もうスタンディングオベーションの気持ちで座って拍手してましたわ。ちょっと授業中に見てたんで、まだ早見さんのキャラは出てきませんが、もうこれはいくら期待してもいいんじゃないでしょうか。ちなみに確か2クールぐらいやるんでしたっけ。だから夏も人気絶好調で放送しますね、これは。はい、ということで、スパイファミリーの期待を込めた動画でしたけども、文句なしだね、ほんとも。一番洒落てんなと思ったシーンがあって、それが小麦粉を上から降ってきて銃を撃つだっていうシーンがあったと思うんですけど、皆さんわかると思うんですけど、あの粉塵爆発をいちいち説明せず、敵が翻弄され一人で倒しきるシーンは鮮やかでしたね。粉塵爆発って結構他のアニメ説明すること多いんですけど、このアニメはしっかりカットしてました。まあ結構有名な手段ですからね。そんで皆さんのスパイファミリーの感想や意見などがあればコメント欄にお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。星屑さらをいつでも